元太の涙に奮起して連敗を止めたセーブだったが、劣勢のまま終盤へ。元太の涙効果って1日だけなんか、毎日泣かすしかないのか。元太そろそろ泣いてもええぞ。そうすりゃ次の回で5点取れる。元太早く泣け、もう間に合わんぞ。元太そろそろええぞ、発動しよう。真面目に元太泣かす方法考えるしかないのか。7回、平井が決定的な3失点。2安打完封負け。涙は1試合で乾く。ほんま昨日の1イニングだけまぐれだったんやな。元太毎日泣いてよ。2安打とかえぐいな。観客もカープの方が多い、やる気出ないよ。そらまあ設定位置のスロットも吹くことはあるって話よな。ごくまれに。明日負けたらお代わりか栗山が泣けよ。次の試合はやる気出すだろ。どっち泣いてても本当に末期感あるな。監督交代ブスト2勝、元太ブスト1勝、あと何を燃料にすりゃええんや。